おばあちゃんがおやきを作っています。今日のおやきは野沢菜。この野沢の味付けはどんな味付け？醤油。醤油？うん。去年野沢菜を、つけといたの。塩で漬けといたのを、塩出しして。塩出しした後、入りつけたの。醤油と何で入りつけたの？砂糖、油。油で炒めたん。味付けは醤油と砂糖だそうです。こちらは強力粉。え、これ、え、小麦粉。これは何の粉ですか？え、強力。強力粉。うん、強力粉はどうやってやっとくの？お湯で溶いてさ、それで寝かしといた。どれぐらい寝かすの？何時間言って8時半ぐらいやったかや。8時頃か。じゃあ3時間ぐらい寝かしとくの？2時間。2時間だって1時間だっていう。もち出れば。強力粉をお湯で溶いて、餅が出るまで寝かす。1時間から2時間ぐらいだそうです。で、野沢菜を包んで、今フライパンで焼いてるとこです。結構油多いかなって感じがしますね。まあこれは上手に丸いね。上手に丸いね。綺麗になったでしょ。餅出てれば綺麗になるんだ。なるほど。昔はこれたくさん作ったんだね。そう。どういう時に作るの？昔はお盆だよな。お盆、今でも作るね。うん、お盆な。あとは、あだな。今はほう。おやき食べたいときはさ、ナスあればナスのおやきはなんだかんだってやるけど、昔はな、お盆しかやらなかったよな。あ、お盆のごちそうだったわけだ。そう。どれぐらい焼いたの？ね、昔？うん。お盆っていうと。どのくらい焼いたんだろう。ざるに一つやったから、お粉で言えば30くらいやったんだねかな。ザルで3つってどれくらいの数？ザルってお米あげるザルだからさ、30や40やったんだない？そればか。そうで4人や5人の家族で食べきれなかったんだもん。昔ほうろくで焼いてたんだよね。そう。指熱かったって言ってたよね。柏の葉でやったりさ、みょうがの葉で包んだりやったりな。みょうがの葉っぱ大きかった時は、みょうがの葉でやるとみょうがの葉の風味があって美味しかったよ。なるほど。今日は包まないでやってるんだね。そう、フライパン。私最近だよ、前はなんだっけ、柏の葉をさ、つるけといてな、干してつるけといて、柏の葉でやったんだけど、今はこうやって油でやるから。今日はどうしておやき作ったの？袖すり合う会のお茶会。あ、今日お茶会があるんだ。うん。お茶会に持ってくの？そう。いいね。うん。みんなおばあちゃんのおやき美味しいって食べるでしょ。どうだかな。私は美味しいと思うよ。どこのお店のおやきよりも美味しいと思うよ。
年季入ってるもんね。おやきを作り始めて何年？何年？うん。何年だし。80としても30から作ったって50年でしょ。30バカだねえかさ、20、戦争中だから22、23頃から作ってるから60年になるじゃねえの。うわ、年季入ってるね。私より長い年数だ。もう60年の年季が入るとこうやって綺麗な丸いおやきになるんだね。そうそうそう、なんだかね、はい、でこれを一旦バットにあげといて、うん、それでふかすんだね。うん、そうそう、60年の年季が入った。このね、結構この皮がドロドロしてるから、このドロドロした皮にね、こう具を入れて包んで丸めるっていうのはなかなかこう、ね、この具もいっぱいだし。これあの小川の方の人なんかこんな向こうからこっちからって集めないでくる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 手回してやってたよな。アフにできないんで私はな。あれ皮生地違うよね。生地違う、うん、生地ね。私も一個食べたいな。あれ一食べてきて。今食べたいの？後でいいよ。後で。私はいつも食べる人。おばあちゃんを作る人。うまいなあ。こうやって上手に丸められないんだよね、私やると。息上がってきたよ。あ、上がってきたか。うん。今度は湯気が上がった鍋に、蒸し器に焼きを並べて、あ、曇ってしまった。これで何分ぐらいふかすの？10分。10分、うん、これ10分ふかすと出来上がるの、うん。口減った、うん、8個減った、うん、8個。はい、これで10分ふかします。